いと思います。皆さんにね、宮崎県のことをもっと知っていただこうとね思うんですけれども、かくね、ちょっとね、あんまり遠くにね行き過ぎないようにお願いしますよ。じゃあね、ひーくんから自己紹介しようかな。はい、サボタン降りるの、降りるの、降りないの。はい、お姉さん、お姉さんも降りるの。はい、わかりました。お姉さん降ります。はい、改めまして宮崎県のひーくんと言います。ひーくんはですね、はい、ありがとうございます。しております。こちら宮崎の特産品、キューガナツという果物なんですけれども、キューガナツの美味しい食べ方、皆さんご存知でしょうかね。キー君ね、美味しい食べ方ね、あるんだよね。この黄色の皮ですね、こちらもまずね、薄く剥いてくださいね。そのね、黄色の皮を剥いた後に、このキー君のお腹の部分、白い皮の部分があります。こちらですね、実はお名前がまして、アルベドというお名前がついております。このアルベドにとってもビタミンが豊富で健康にいいと言われているんですけれども、ぜひ皆さん、ヒューガナッツお口にしたことがございましたら、アルベドも一緒に食べていただいたらと思います。はい、ありがとう。お姉さんにアルベドくれるのありがとう。はい、そしてね、ヒーくん今日はね、なんかお耳になんかつけてますけど、かわいいですね。ヒーくんマークつけてます。そしてね、ひーくんはいつでもどこでもスパダカということでね、スポンポンなんです。実はひーくんだけ何も着てませんけれども、冬はとても寒かったよね。もう最近はとっても暖かくなって大丈夫かな。今日も体動かして元気にいこうね、ひーくんね。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあお次はね、誰ですか。むーちゃん、じゃあむーちゃんもね、ちょっと降りていきましょうかね。ゆっくりでいいよ。はい。はい、ブーちゃんと言います。ブーちゃんはですね、3匹の中で唯一1匹だけ女の子です。ブーちゃんは頭の上に木が乗っかっていますね。こちらの木、フェニックスの木と言います。宮崎のシンボルの木です。各ね、もうね、たくさん入ってますけれども、ちなみにそちらの方に入ってる木はフェニックスではなくてワシントンパームと言います。ちょっとまた違うんですよね。フェニックスの木は背が低い木なんですけれども、なんでフェニックスというお名前がついたかと言いますと、フェニックス実は不死鳥のあの伝説の森からお名前をお借りしています。フェニックスの木も実はとっても病気に強くてね、不死鳥もね、病気なんてかかりませんのでね、そのね、意味でね、つけられたそうです。ふーちゃん、今日は花旅の T シャツ着ていますね。もうそろそろフラワーフェスタじゃないんでしょうかね。ふーちゃん、その T シャツ着てね、ぜひね、お花畑行きたいですね。そしてふーちゃん、チャーミングポイントどこでしょう。ヒーくんとカーくんにはついておりませんね。ピンクのほっぺた、ブーちゃんはピンクのほっぺたで覚えてあげてください。どうぞよろしくお願いします。はい、ではでは最後にね、カーくん、いつもの行きましょう。いくよ、せーの、うーしゃきーというわけでカーくんでございます。カーくんは3匹の中でね、もう見てのご覧の通り、一番ね、おてんぱで、もういたずらっ子で、お姉さんいつも大変なんですけれどもね、もうね、マイクをね、買おうとしません。お姉さんのマイクなんです。はい、カー君は頭には赤いカサカ、口には黄色のくちばし、そして腕には羽が生えております。こちらもね、宮崎のね、とっても有名な美味しい地鶏をね、モチーフにしてあるんですけれどもね、皮膚と違ってね、ちゃんとね、安心してください、履いてますよってことで、ちゃんとしっかりパンツを履いてるんですね、カー君はね。カー君、この後もダンスあるということで、もう一曲披露してくれるんでしょ。楽しみにお姉さんしてますよ。はい、次の曲、じゃあカー君、このまま紹介してもらおうかな。次の曲何ですか。
ちらのね、もう見て分かる通りね、ランニングマンでおなじみのあの曲披露してもらいたいと思います。はい、じゃあステージの上に登ってね、スタンバイお願いしますよ。3匹ね。